よし。どうも、泥酔です。さあ、今日はね、明日、メイブの更新。なので、まあ、今日中にナスガルドを、やって、終わらせておきたいと思います。まあ、こうやって放送外で録画するのは初めてなんですけどもね、よろしくお願いします。さあ、ちょっとね、明日更新だったっけ、ナスガルドって。やってなかったんで、まずは薬漬けやな。今日はサポでやっていきます。普段はね、こう生放送でニコ生の方でやってたんですけども、まあ、今回ちょっとサポで、まあオフラインといいますか、まあ一人でやってみたいと思います。どうすかな、バトステ、いや、バトステを僧侶に食わせて、これサポに食わしてるけど自分が食ってんだよね、見た目的には。マジックスープ構成は戦争旅占い、こんな感じでいきます。大丈夫かな、 HP 無駄に麻痺ガードがついてるんですけども、まあ麻痺ガードは、あ、一応 100% 麻痺と封印が 100%、 呪いも 100% っていうね、はちゃめちゃな体勢でございますが、いきましょう。ちゃん、緊張するな。いや、生放送じゃないところでやると結構緊張するな。よいしょ、頑張ろう。じゃらら、ここの曲っておかしいよね。合ってないよね。ナスガルドに今から行くっていう時の BGM として合ってないよね。よいしょ。お、月。まあ、ナスガルドっていうのはね、1人目、2人目、3人目、4人目、5人目とこう、順番出てくるんですけど、倒すことに。こう、出てくるやつはこんななんか人形みたいな、ちびっこいやつで、ドラクエ10に登場するとあるモンスターを真似てるんですよね、この人形のモンスターが。中身はそのとあるモンスターなんですけども、見た目はね、こんな人形ですけども、まあそんなどんなモンスターを真似てるのかっていうのをこう見極めつつ、特性を見極めつつ、まあ倒していこうと。基本的には、3番目まではね、そんなに気にする必要なくガンガン攻めていきましょう。今あれあったね、なんだっけ、凍てつく波動か、凍てつく波動やってくると結構珍しいな。必殺ゾディアックコード、あ、やべえ、これ節制がないかもしれない。節制が教訓って、ちゃんこうみたいな、ちゃんこうこうちゃん、ちゃんこう、節制がない占いとかはマジで使えないですよね。ちょなんもないんだけど、あれも節制切るとかどんな判断してんだ、これ節制を切るとか選択肢としてはありえないんだけどな。あ、でも言うてデッキ構成は2つしかないんで、ね、2つとも俺節制切った覚えないんだけどな。おお、あんじゃん、あんじゃ、先生あんじゃん、よかったよかった。とりあえずまあ節制があれば大丈夫でしょう。正義、ペース的にはまずまずですかね。リセットベール、お、いいダメージ入ってね。さあ、罪がね、たくさん出てほしいですね、罪がね。お、いいですね。さあ、3体目、結局2体目とか、まあ、誰に化けてるのか全く見なかった。
まあ見る必要ないけどね、それで動けない。力を貯めた、テンション上がる、切り裂く、誰だジバ、ジバ、え誰だ、わかんない誰かわかんない。え、なんだ、バズズか。バズズは千葉とかしないっすよね。さあ、節制。節制が来ない。お、罪人、いいね。罪人は美味しい。お、強行。節制がないですね。お、来た、節制。さあ、ガンガン行きましょう。バギムーチョ誰や本当で覚えてないからね、ドラクエのモンスター。力を貯めたバギムーチョ、もうバズズにしか見えないよ。とりあえずバギムーチョ打ってきたらもうバズズと疑ってやまないわ。俺やった。まあ3体目まではね、まあ言うて3体目で、いや3体目で落ちるドラクエ10プレイヤーとかおらんやろ。ねえ、もう5年もねえ、ドラクエ10リリースして経つんだし。まさか3体目でね、俺狙うんじゃねえ。ヒヤス。おし、オッケー。ちゃんこう。あ、強行。さあ、こっからが本番です。さあ4体目からが本番でございます。さあちょっとここから盾をビシッと整え、お、節制、まず節制をね、まず先制をね、先制をね、ことでね、よし、アイス行って、え、何ゴースネル、何今なんかしたけど見えなかった。微笑んでる、微笑みのオリビア、闇返して、え、ネルゲル、何こいつら。そこは世界打って、みんなのあれをあげとこうか。ザインパークでお、いいね。太陽、あかん、4ヌと、ナズン暴走からのヘルファイヤー。おばさま、これやばくね、やばくなくね、よぐら、うん、余裕ですね。仲間呼ぶってなんだろう。さあ、まず強固、ちゃんこでまず固めてから、ちゃんこで固めてからのスペルガード、バランクス打ってもいいかもな。魔法だなんやろ。さあ死神からの、罪、罪人か、罪って4、多いダメージだ。罪人が強いんですよね。罪人からの罪人、またお前らか、これないね君たち。また来たんですか、やられに。また僕にやられに来たんですか、君たちは。やめて。世界。まさしか、お前は。ん、これ逆だった。あー、アーバンストラッシュ。節制。ナイススペルガード。アーバンストラッシュですね。さあ、正義のアークデモン。もちろん。アークデモンは決して正義ではないけども、まあ、あえて正義ということによって、少しでも勝率を上げていくという、そういう、香ばしい感じで。お、さあ、ラスト、5人目。さあ、香ばしいバトルも、これでラストでございます。
俺を狙うんじゃねえハゲが、うわははほう聖女、お前はハゲ野郎か、多分あいつハゲ野郎だな、あのベイオウルフ、ベイオウルフってやつは多分ハゲ野郎ですよ。さあ節制はないので全部緑、セットで、エンゼル、エンゼルはまあいいんだけども、なんか楽勝やな。でも言うてあと6分か、あんまり時間がないんでガン攻めでいきましょう。ガン攻めで、こいつはちょっと幻惑にしとかないとまずい系な匂いがプン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 。ドルマドン、ドルマドン、ステルガード、耐えた耐えた耐えた耐えますんですわ、これ耐えますんですわってなんだ、日本語で OK と。連続ドルマドンからの、連続ドルマドンからの泥酔への連続ドルマドンはなぜか連続な苦戦して一発スペルガードを1回分で全部防ぐというね、そんな手だらけ。あ、こいつはテンションアップやろうか、テンションアップクソやろうか。さあちょっと、あ、あれやな、これあのあれや、あのあれ、そう、脈の水晶球なぜ使わなかったやめてやめてやめちくりやめちくり、耐えた耐えた、あと5分、言うてあんま時間ないな、ちょっと、あ、あれ、お、ドルマドン、ささ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 さ、チャンス、サイカサイカーからのスペルガードからのゾリアックボードからの怒涛の怒涛のバフ重ね、バフからのバフ、さあバフからの最初に打ったバフがもう溶けかかって溶けた水晶球が溶けていく、さあ水晶球が溶けていくからの、さあ節制、節制がオーラで光っている、あまり意味はない、節制が光っているからの正義。4分、4分でまだオレンジになってない、ちょっとやばいかもな、お前らあげろ、お前らあげろ、お前ら、お前らあげろ、ギア、ギア、ビャバババババ、チョンチャンチョンシー、そう、審判、なんか今ちょっと韓国語っぽい感じの発音がありましたけど韓国語っぽい発音が出ましたけども、私は韓国の方ではございません、私は韓国の方ではございませんからの、さあからの、さあちゃんこうで、ちゃんこうで守備上げつつのと、このなんとかランブがやばい、おば様、こいつおば様でしょ、さあ見とれてる、チャンスチャンス、行けお前ら、やれ、やっちまえ、殴り越せ、余裕ですわこれ、余裕なんですわこれ、でーでー、あ、違うかBGM 違ってた、さあいただきます。まずね、箱を全部回収したからね、10万ゴールド、モグリドホーン、お、錬金石10個、うまいね、恐怖の化身誰さあ筆3個、さあ誰が誰に化けていたのかちょっと確認していきましょう。1匹目、あー、妖魔ジュリアンテ今日、うんおう、うん、お前は、さあ2人目、妖剣士オーレン今日バージョン1のメインストーリーのあのボスの強バージョンかな、今回のラインナップは。3体目はグレイブディガー誰誰、こいつがなんだっけ、なんか妖魔化身の、恐怖の化身。5体目はね、完全オリジナルで今まで登場したボスにはいないオリジナルの敵なんでね、まあわかんないんですけども、まあ結構珍しい、ストーリーボスが出てったら結構珍しいですね。無事終わりました。
確か5日更新だったっけ。なんでね、まあ、4日ギリギリで終わったということですけども、皆さんもね、ナスガルドは早めに攻略しましょう。まあ今の時代もサポでも簡単にこんな感じでいけちゃうんでね、まあ占いの職業ある程度ね、できる方は占いで行って、で、あとは戦士、旅芸人、僧侶という構成で、結構サクッとこんな感じでいけちゃうんでね、皆さんもね、やってみてはいかがでしょうか。それでは、お疲れ様でした。また会いましょう。